塩谷義雄は下谷国塩屋軍の戦国時代の武将。最高塩谷氏の初代、塩谷高津の子。大英三年十一月七日に、宇都宮市ときつれ川塩谷氏が和睦した際に、尾端氏の養子になり、お津畑城城主となったと言われている。以後、お津畑城は最高塩谷氏の本拠川崎城の市場として機能した。英六二年十月に総大将として、 有機種の有機春友と戦い、住民も含めて三千人もの人々は乙畑城や、周辺の山々に牢城させて戦ったもの、の、壮絶な打ち死にを遂げている。乙畑城記は次のように記す。高橋かも、右久口より切手、落としたり、孫四郎片足にて、しばらく戦士会立てなれ墓志子かっぱと伏せたり、家紋首を打ち落とし、なぎなたの先に抜き大と上げ敵の大将。 孫四郎高橋家門打ち取ったりと呼ばれたり、の先に貫き刺して、大将首を取ったと声を上げた大津武城は、その際に落城したが、その後、有機勢は撤退したため、吉尾の着手の吉勝を上司として、再び最高塩谷氏の市場として復帰している。ふるさと八板の歩み、掲載尾端塩谷氏略系図次男とされているが、秋田塩谷系府では、次男を、森綱とし、 吉尾の名はなく、塩谷森綱の文書も残っているので実在性があり、この森綱と吉尾が同一人物ならば、次男となるが、関連性が証明されないので確定できない。八板市郷土文化研究会編、郷土特本、第2集掲載ただし、諸市の長子尾畑男女がいたため次男。ありがとうございます。